もともと僕は実話系のライターをやっておりまして、ヤクザとか暴走族とか、あとチーマーとかの不良系だったりとか、あと薬物とか貧困女子だったりとか、そういうまあ世の中の裏側を取材するようなことをずっとやってきておりまして、一番よく知ってる世界だからそれを映画にして今回やってみました。そういう世界を女性が取材してたら面白いかなっていうのもありまして、女性主人公にした感じです。今回元 e-girls の杉枝さん、主演の方とか、あといろんな 2.5 次元役者の方々とかたくさん出ていただいてたんですけれども、普段ちょっとすごいきらびやかなところで活躍されている方々が裏社会の住人を演じるということで、どうやってその裏社会の世界になじませようかなっていうところですごい工夫とかこだわったところかなと思います。まあ、メイクさんとかスタイリストリストさんとかが工夫していただいたりっていうところも多かったんですけれども、あとは現場でその言葉遣いだったりとか仕草だったりとか、そういうところで割と こと細かくと指導させてもらいました。今回扱っている題材っていうのは裏社会なんですけれども、もともと僕もそんな裏社会に興味があったわけではなくて、たまたま人とのつながりでそういう雑誌とかで書かせてもらうようになって、本当に何も知らないままそういうライターになったという感じです。裏社会はそんな別世界というわけではなく、ごく簡単に潜り込めてしまう場所ではあるとは思います。裏社会の人たちっていうのは普通の人よりもだいぶ濃縮された濃いところで生きてる人たちなんだなと今まで取材してきて感じておりまして、この映画でもいろんな濃い人生を送ってる人たち、まあ そこで命を削ってる人たちの人生が濃縮されて描かれております。こういう人生を送ってる人たちもいるんだなというところで楽しんでご覧になっていただけるとありがたいです。